マンチェスターテリアとは、イギリスのイングランドのマンチェスター原産のテリア犬種である。別名ジェントルマンズ・テリア。トイ・マンチェスターテリアは、これの小型版の犬種である。19世紀にネズミ殺しゲームや、ウサギ殺しゲームが流行した際誕生した犬種である。ゲーム時以外にも、ネズミ狩りの作業犬として使える犬にするための、作出計画にのっとって生み出され、 ブラックタンテリアやウィペットなどを荒廃させて作られた。ウサギ殺しゲームは残酷であるという理由ですぐに禁止されるが害獣であるため殺すことを許されたネズミ殺しゲームは続行された。運動神経抜群の本種はネズミを狩るのが非常にうまく評判を呼んで大人気となり、原種のブラックタンテリアにとって変わってゲーム用 作業用として使われるようになった。ネズミ殺しゲームの衰退後は、ペット犬ネズミ狩り用の犬として存在し続け、性格面がより穏やかに改良されたため人気犬種の地位を保つことができた。しかし、1898年にエドワード7世の命により犬の断耳が禁止されたことにより、人気が落ち、第二次世界大戦後にはたった11頭しか生き残ることができなかった。 なぜ断キ禁指令により、マンチェスターテリアの人気が暴落したのかというと、当時の本種は、断耳を行わないと異常に垂れ耳が長く、不格好であったためであると言われている。断耳によって、外見を整えていた本種にとっては大打撃の法令であった。それによって、人気を再び取り戻すため、断耳に頼らなくても耳の立った姿にするために、改良が加えられていった。 初期のうちは、今でいうドーベルマンの段耳のような耳形にする予定ではあったが、うまくいかなかったため計画の修正が行われ、最終的には耳を半分立たせることに成功し、長さもかなり短くすることができた。これにより、段耳に頼らなくても済む、リリシー見た目に改良することができたのである。現在は、イギリス国内だけでなく、世界的に人気のある犬種で、 世界中でペットやショードッグとして使われている。日本にも輸入されていて、トイマンチェスターテリアほどの人気には及ばないものの、時々国内登録が行われている。最近では2004年に国内登録が行われた。姿は地中漁を行うタイプのテリア犬種よりもグレーハウンドタイプの犬種に似る。外見の通りウィペットの地により、 運動神経が高く、またブラックタンテリアの血を受け継ぎネズミ狩り能力にたけ、穏やかである。マズル、首、足、胴、尾は長く、コンパクトで引き締まった流線型のボディを持つ。耳は、耳先が少し垂れている、半立ち耳であるが、断耳を行って、ドーベルマンの断耳のような立ち耳にする場合もたまに、ある。尾はサーベル型のタレオで、飾り毛はない。 コートは、滑らかなスムースコートで、毛色は通常ブラックタンだが、ごく稀に、ブラック単色の犬もいる。体高38から41センチメートル、体重5から10キログラムの中型犬で、性格は落ち着きがあり、明るく優しい。ただし、もともと、ネズミ狩り用に作出された犬種なので、絶対にハムスターなどを近づけてはいけない。運動量は、 少し多いが、有効的でしつけの飲み込みも早く、初心者にも飼育しやすい犬種である。遺伝的にかかりやすい病気は、緑内症と血友病であるが、現在は安定したブリーディングが行われているためかかりにくくなりつつある。ありがとうございます。